もちろんよ。二人で導き出した答えでしょう。どんな結果になろうとも後悔はしないわ。サキ、よし、決まりだ。何が何でも俺たちの手でこの事件を解決してみせるぜ。そう言い、セナ君は不敵な笑みを見せた。気合は十分。頼むぜ、サキ。そして私の方へと右手を差し出してきた。え？意外な行動。彼は女性が苦手なはず。それこそ子供のリセちゃんとのアクションも戸惑うほど。それなのに彼の方から右手を差し出してくるとは。よほどの覚悟の表れか、それとも私のことを？もしかして？なんてそんなわけないわよね。これは相棒同士の決意の儀式。私は右手を差し出し、セナ君へと視線を向ける。これはもう女として見られてないのでは？逆に。セナ君は小さくうなずき、ガシッと私の右手を掴んだ。やるわよ、セナ君。ああ。捜査方針は決まった。もう迷うことはない。あ、そうだ、ヨミ、お前も手出せ。私の手を離しつつ、セナ君はヨミ君へと向き直る。はあ？なんだよ、いきなり。心が読めるくせに察しが悪いぞ。見りゃわかるんだろ、お前の場合。怪訝な顔を浮かべつつ、セナ君は右手をひらひらさせている。ああ、そういうことか。ひょとんとしているヨミ君をよそに、セナ君が続ける。お前、俺たちに協力するんだろ？つまり、俺らの仲間ってことだ。なら握手くらいしてもいいだろうが。いや、そうかもしれないが。ええ、つべこべ抜かさず手出しやがれ。あ、よし、これでお前も俺たちの仲間だ。よし、サキ、交代な。ええ、改めてよろしく、ヨミ君。セナ君に促され、私はヨミ君へと右手を差し出した。しかし、ヨミ君の方はといえば、セナ君と握手したばかりの手のひらをじっと見つめている。どうしたの？なんでもねえよ。ぶっきらぼうに、ヨミ君は差し出した私の手を握る。改めて、よろしく。ああ。私とセナ君はヨミ君を連れたまま科捜研へと向かっていた。普通は捜査の協力者といえど、年少者を連れ歩くことなどありえない。少年課に預け、同時に警護してもらうのが一般的だ。だがヨミ君によれば、 FOAF のメンバーには警察官僚も含まれているらしい。だとするならば、 G 県警本部に置いておくのはあまり得策とは言えない。私たちの協力者となってくれた以上、ヨミ君は組織にとって裏切り者、処分、それも穏便でない方法が取られかねない。え、特殊能力持ちなのに？情報提供者であると同時に警護対象者でもある。ならば一緒に行動する方が安全だろう。私の心の中を読んだのか、それとも読むまでもなく不安なのか、ヨミ君の表情はわずかに硬いようにも見える。安心しないよ、ミ。俺が守ってやる。これは男と男の約束だ。お前は大船に乗ったつもりでいていいぜ。私か、あるいはヨミ君の不安を感じ取ったものか、ハンドルを握り、前を向いたまま、セナ君がそんなことを言う。無理やり泥船に乗せられた上に、恩まで着せられた気分だな。皮肉っぽい軽口の割に、ヨミ君の表情は明るくなった。まんざらでもない。と見ていいのかしら。そうかや。それがわかるのか、セナ君の方も口の端を持ち上げた。なんていうか、喧嘩も多いけど仲のいい兄弟って感じね。表情の作り方もなんだか似てる気がするし。たく、この泥船でどこへ連れて行かれるやら。ああ、科捜研だってさっき言ったろ。そういう意味じゃねえよ。お前、皮肉ってもう知らないのかよ。だと？はいはい、狭い車内で喧嘩しないで。
ヨミ君と会ったのはたった数時間前のことだ。あの時彼は無表情で今以上にぶっきらぼうだった。だが今ではいろいろな表情を見せてくれている。きっと私たちのことを信用して心を開いてくれた結果だろうと思いたい。権力者たちに利用されるために作り出されたヨミ君は、今まで大人に優しくされたことも守られた試しもないのだろう。そしてそれはリセちゃんも、この事件の元凶らしいルナという少女も同じ。大人から愛情をもらっていない子供がどう育つのか、無感情であったり他者へ共感できなかったり、人との関わりが極端に不得手になる。その結果疎まれ嫌われ、さらに心の中を黒く染め、やがて積もり積もった黒い感情に流され犯罪へと走ることもある。昼間科捜研で名前の挙がったアルバート・フィッシュもその一例かもしれない。彼は幼い頃に両親が死に孤児院に預けられ、そこで虐待同然の厳しい指導や体罰にさらされた結果、その苦痛を楽しむことを覚えてしまった。その果てにそれを他の人間にも平然と味わわせる異常な怪物となってしまったのではないだろうか。実際凶悪な犯罪者の多くは幼い頃の家庭環境に問題があった事例が多い。このことからも大人たちに課せられる責任は重いと言える。だが特に最近の日本にはこの責任から逃れようとする大人のなんと多いことか。お前ヤンキーのくせに運転は丁寧なのな。ヤンキーって呼ぶんじゃねえ。俺は世界最速の男、アイゼンセナだっつってんだろ。世界最速？運転がうまいのは認めてもいいが、そりゃ盛りすぎだろ、絶対。ちゃ、ここがサーキットなら、俺の腕前を見せてやんのによ。ふふ。思わず笑ってしまう。どんな些細な言葉でも必ず真剣に取り合うセナ君は、ある意味で誰よりも大人としての責務を果たしているのかもしれない。セナ君ってば、隠し子？科捜研のラボに入るなり、セナ君とヨミ君の顔を交互に見た後、キサラギ先生がとんでもないことを言った。第一声がそれですか？ふざけんな！ハモった。冗談よ、サキちゃん、その子は？捜査協力者のヨミ君です。あら、そう。私はここの所長、キサラギミツコよ。よろしくね。ああ。正直、ここに連れてきたのは賭けでもある。キサラギ先生が FOAF とつながっていない保証はない。だが、キサラギ先生よりもこの手の話に詳しい人間がいない以上仕方がない。それにもしつながりがあったとしてもヨミ君ならそれを見抜ける。その時は急いで退散すればいい。あら、何か心配事？いえ、何でもありません。相変わらず察しのいい人だ。ヨミ君みたく心を読めるんじゃないかと思えてきてしまう。昼間伺ったマインドコントロールの件、意見をお聞きしたいんです。あれ、個人的感想だったんだけど、何か手がかりになったのかしら？如月先生の質問には答えず、私は言葉を続けた。特殊な能力によるマインドコントロールを科学的に証明することはできますか？特殊な能力。持って回った言い方ね。それってつまり超能力ってことでしょ？実際にはあるかとは聞かないのね。さすがに勘がいい。如月先生は即座に切り返してきた。どう答えたものか。何かそれらしいものに行き当たったのね。私の沈黙をイエスと受け取ったのか、如月先生は小さく笑い喋り始めた。フィクションじゃおなじみだけど、実際にあるかないかと言われたら、科学者としては可能性はあるとしか言えないわね。ヨミ君が何か言いたそうにしている。まあ落ち着け。ここは如月先生の話を聞こうぜ。ああ。
まだ如月先生に全てを話すタイミングじゃない。瀬名君が抑えてくれてよかった。続けるわね。可能性といったのは、人間の脳にはまだ未知の部分があるからよ。大脳はもちろん、脳幹や小脳だってまだまだ全てが解明されたわけじゃないわ。脳幹？脳幹よ。生物が生きていく上で必須の機能を司る部分。呼吸や血液の循環、消化に体温調節。そして忘れちゃいけない生殖機能。それら自律神経なんかの中枢部分よ。俗に爬虫類脳なんて呼ぶ人もいるわね。中学校か高校で習わなかったんだろうか。ちなみに小脳は運動機能の調整や反復行動を記憶する機能なんかがあるわ。いわゆる体が覚えたというのは小脳の機能ね。俗に哺乳類脳と呼ばれたりすることもあるわ。で、大脳を人間脳と呼ぶ人もいるけど、私個人はあまり好きな呼び方じゃないわ。小さいけど魚だって大脳があるわけだしね。思考や発想なんかを司るという意味では全くの間違いってわけでもないんでしょうけど、生物の授業はその辺で。あ、そうね。じゃあ本題、未知の部分とは何を指すのか。そもそも人間は脳を全て使ってるわけじゃない。普段は活動と吸収を繰り返しつつ、全体として何割かを働かせている形ね。ちなみに、ほとんど使われていない部分もあるし、どんな機能を持つのか判明していない部分もごくわずかだけど存在するわ。これは脳のエネルギー消費の問題と、もう一つ、普段の生活にはその何割かだけで十分なのがその理由よ。何と言っても、脳は普段の状態でも基礎代謝のうち2割もエネルギーを使うんだから、全力運転なんかしたら大変なことになるわ。一般道でアクセルをベタ踏みする必要なんてねえし、そんなことしてもガソリンの無駄ってことか。そういうこと。そもそも人間の消化吸収と呼吸のキャパシティは脳の全開運転になんか耐えられないの。でも、もし仮に薬品の作用や人体改造なんかで脳を 100% 使用できるようになったとしたら、それだけでもすごいことができそうでしょう。そしてその中に存在する使われていない部分、私たちの解明できていない未知の部分が超能力を発現させるとしたら、脳の未知のエリアが解放された時、超能力に目覚めるかも。可能性があると言ったのはそういうこと。ちなみに世界中の至るところで超能力とされる事例は報告されているわ。テレパシー、サイコメトリー、未来予知、物質透視に遠視透視、瞬間移動、念写、発火などなど。如月先生自身の怪しげな何かはそれに含まれているんだろうか。でも残念ながら、そのどれもが科学的には存在を認められていない。そんなのは旧人類の普通人どもが進化した人間の存在を認めたがらないだけさ。我慢しきれなくなったのか、ヨミ君が不快感を含んだ声を上げた。バカな話だ。諸説あれど新人類が登場した時、旧人類は必ず駆逐されてきた。歴史が証明してるだろうに。ヨミ君、ちょっと待って。静止したが少し遅かった。彼は言いたいことを全部言ったらしい。かすかに満足げな表情を浮かべていた。そうね。旧人類と呼ばれるネアンデルタール人は、クロマニオン人を代表とする原生人類の祖先、ホモ・サピエンスによって滅ぼされたって説もあるわね。でも、クロマニオン人との交雑による自然消滅説もあるわ。事実、私たちの遺伝子には、ごくごくわずかだけど、ネアンデルタール人と共通するものがあるらしいしね。しっかり話が逸れてしまった。が、ヨミ君について追及されるよりはいい。しばらくご考説をたまわらおう。たまわろう。私個人としてはその両方だと思ってるわ。滅ぼされたグループもいれば、分かり合い、
混じり合ったグループもいた。すれ違い、時にぶつかることがあっても最後はきっと分かり合えるなんてね。何やらちょっといい話風になってきたわね。それに野生的な男ってのも結構いいものだしね。そんなオチですか。あ、もちろんセナ君やヨミ君みたいな可愛い男の子も大好きよ。え、下なめずりする如月先生に圧されたらしく、ヨミ君が小さなうめき声を上げた。誰が可愛いってんだ。誰が俺をしてワイルドさが足りないなんてことねえだろ。捜査一課のしんちゃんはともかくや。一方のセナ君は慣れのせいか動じることもなくずれたツッコミをしている。そしてもちろん女の子もね。こっちに矛先が向かないようわざと黙っていたのに無駄だったらしい。あ、ところであなたさっき旧人類の普通人って言ったわよね。口ぶりからするとヨミ君は超能力を使える新人類なのかしら。おまけに話題をそらせようと思ったのも無駄だったらしい。子供だと思ってバカにする気か。あらあら、もしかして本当なの。すごいわね。くっ、そのにやけた面の裏側全部晒してやる。おいヨミ、ちょっと待ってセナ君。ここまで来たらついでに如月先生が FOAF に通じていないか読み取ってもらおう。ヨミ君の表情を見るに止めても聞くか怪しいし、意図を察してくれたのか微妙な表情を浮かべつつセナ君は引き下がった。ファッ、如月先生の顔を見据えたヨミ君の目がかすかな赤い光を帯び始めた。そばで心配そうに見守る私やセナ君とは対照的にあからさまな敵意を向けられた当の如月先生は涼しい顔をしている。読めないとか。うっ、目を赤く輝かせたままヨミ君が小さなうめき声を上げた。うせやろ。目を見開き驚愕の表情を浮かべたかと思うと、うわあ顔にありありと恐怖を浮かべヨミ君は絶叫した。おいヨミ、どうしたってんだ、しっかりしろ。あまりの恐怖にかヨミ君はカタカタと体を震わせている。科捜研の魔女を名乗る如月先生、ヨミ君は果たして彼女の心の中で何を見たというのか。想像したくない。その怖がりようからすると本物なのね。ことも投げに言ってのける如月先生、そんなあっさり信じるんですかとか、そう断言できるほど怖い心の中って何なんですかとか、突っ込みたいことが脳裏を駆け巡ったが後が怖いので何とかこらえる私。やっぱりこの人はただものじゃない。とそんなことよりも敵なのか味方なのか確認しなければ。ヨミ君しっかりして。如月先生はどっちなの。敵じゃないけどこの女の中には。あら、それ以上はダメよ。再びヨミ君は恐怖の表情を浮かべ傍らのセナ君にすがりついた。おいおい、いくらなんでもビビりすぎだろ。ヨミ君は答えない。如月先生から少しも目を離すこともなく、そしてセナ君の服を離すこともしない。どんな原理で他人の心や過去を読めるかはわからないけど、面白い。実に興味深いわね。ねえ、この子の頭、ちょっと解剖してみていい？無理でしょ。真顔でなんてこと言うんですか？いいぜ。セナ君！セナ君の言葉に傍らのヨミ君は再びびくりと体を震わせ叫んだ。ふざけんな！ヨミ君の言う通りよ。いいわけないでしょ。セナ君、あなたついさっきヨミ君に守ってやるって約束したばかりでしょうが。
わかってるって、冗談に決まってんだろ。小粋な冗談で場を和ませようってな。どこが小粋なのよ。呆れて物が言えない。このヤンキー、本気で和むと思ってるから始末に追えないぜ。ちなみに私は半分冗談半分本気って言うんでしょ、どうせ。正解。ヨミ君、もしその気になったらいつでも来て、歓迎するから。死んでも来るか。何を見せたんだこいつは。未成年に見せちゃいけないもの見せたんだろうな。まったくこいつらと来たら。